ドジっ子要素が高いといえば、あ、僕かー、かー、いや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 、ドジっ子といえば僕ってなっちゃうかー。きちゅー、ルジさんとめっちゃ相性いいから頑張ろう。あそこはカメアリー、あー、きっとカメアリー。はい、もうバグってる。ありがとうございます。ボットバグ、はい、すみません、ボットが、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。宇宙警察さん、おかえりなさいませ。宇宙警察追ってないよ、押してない。パンから乗る。今日、あ、さっき、あの、うん、ハンバーグも作り終わりました。おー、素晴らしい。よかったね、本当かな。天気お願いします。天気お願いします。はい。店員さんありがとうございます。ありがとうございます。ボットカフェ。ボットカフェの。すいません、注文いいですか。あのフライドポテトとコーラお願いします。アメリカ人。あと、あの氷抜きでお願いします。あとケチャップもお願いします。じゃあこだわり強いな、こだわり強いな。水も氷抜きでフライドポテト一丁。そうですね、飲むのがファンタメロンでお願いします。今回のニュールフはエレジーさんとスナパイさんです。バレたか。おお、正解。え、何ですか、ちなみに。何ですか。次どこで湧きます。エグイって湧きます。宇宙警察のブダシさんが連携ができない。連携お願いします。連携お願いします。連携お願いします。ピピ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 ピ。連携終わりました。はい、そこだけお願いします。そこだけ。みんな元気だ。ありがとうございました。連携ください。トネオさん、そこのくらいトネオさん、ゲンさん閉めてください。うーん、ピーポーピーきっと雷。おいでよ俺たちの家。これがね、多分最適解なんだよね。2点目リアクター間違いねえから、これ。な、これが一番タスク進まないから。ナイスボタン。はい。え、これちょっと紙考察していいですか、これ。はいはいはい。これ初手何もなく急にリアクターが鳴ったじゃないですか。これ多分ドア閉めと間違えてリアクターを押しちゃったドジっ子だと思うんですよ。はいはい、なるほど。それやったらですかね。ドジっ子要素が高いといえば、あ、僕かー、かー。いや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 。かー。ドジっ子といえば僕ってなっちゃうかー。ドジっ子とそれ投票してもいいですか。あ、俺もじゃあ、みんなドジっ子投票。ドジっ子ラン。ドジっ子ラン。わかった。これ一枚つられそう。もう誰つられんか、大体わかった。ちなみに俺は今誰がドジっ子だと思ったの。僕はプリンスさんかな。確かに、確かに。え、僕は入れてないよ、オラフ君には。僕ゲンさんに入れた。ドジっ子ゲン。ゲンさんの気持ち面白くなる。それは理想なし。新しいゲンさん。ゲンはアルマさんの考察をさらにちょっと追加したくて、まあ要は間違えて押したって話じゃないですか。なんかリアクターのボタンの近くのドアボタンを押し間違えたっていうところですよね。はいはいはい。ってなると昇降機とか、ミーティング、あ、アーカイブとかのドア閉めをしたかった方がインポスターということになり、で初手でそこに湧いた方がいきなりそこで閉めるってあんまやらないと思うので、逆にそこから遠い方ってなるとキッチンとか、アシューさんだ、アシューさんだ、アシューさん好きだ。エロちゃんキッチン、エロちゃんキッチン。ドジっ子じゃないよ。とてもこれだけで当たると思えないんですけど、一応アシューこれだけ考察して。おお、危ねえ。え、待って、スキップ、僕だけ1票なんだけど、これ確証いいっすか、自分。嘘でしょ。なんだかんだスキップすると思ってた、みんな。おい、真面目か、一人だけ。おい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 。
そういうとこやぞ、選択恐怖症。まあいいっすけどね。そんなんで勝っても嬉しくねえし。別にいいっすけどね。ドジッコが。ドジッコ。ドジッコない。ドジパイさんが。ドジパイ。はい、貨物の電金庫。ああマジか。貨物の金庫。金庫はい。これ貨物分けだな。で直近で LG さんか貨物から来てたんですけど。はい間違ってないです。ドアが閉まったんですよ。うん、LG さんが。診察室入ってきてからドアが閉まったので、結構怪しめに見ています。一応、先端さんもそっち側からアーカイブ来ましたよね。うん、僕、メイヤさんとアーカイブ。あ、僕の動き、AG とメイヤさんとスナパイさんがアーカイブ空きで、僕、先にメイヤさんが右抜けてって、で、僕は、スナパイさんが右抜けた後に抜けました。で、その後、貨物室で、バイタルに行ったところでスナパイさんが死んでるのを発見して、その直前にエロちゃんとすれ違っているのは間違いないです。で それ停電的にどのぐらいの時間ですか？停電はだいぶ後です。だいぶ後です。で、なので、右側で死んでるかもなと思って貨物に U ターンしているところでレポートなんで、まあ、怪しいのは間違いないですね。停電のだいぶ後だとしても停電って結構早めになったから停電開けてもワンチャンキルクル溜まってないくらいまであると思いますよ、うん、てか僕とセンターさんで結構早めに停電直したと思うから、うんうんうん、はい、僕そのまま速攻した診察抜けてエレキ、メインエンジン宿舎ミーティングとかまで行けてるから、はいはい、ああ、かなりなんかオラフ君と一緒に今 ミーティング登ったところでボタンなんですよ。っていうことはセンターさんもめっちゃそう、ね、ミーティングまで行けてるんだ。あーブラフ君いけてるよね。いけてます。テント移動して。怪しい。え、そんなに9時間あった、はいはい、ありましたね。まあでも、メイヤさんとセンタンさんはなんかお互い上下に分かれたって感じですか？話聞いてる。多分そうなんだね。じゃあセンタンさんよりもエレジーさんの方がそこにいた時間は長くて、エレジーさんができそうかなと思ってます。ドアも閉まったし、すれ違った後に。怪しい。ちなみにミーティングルームまで一個もドア閉まってなかったからね。なんか誰か、アシエさんか、なんか音がなんか入ってる。あ、そうっすか、ちょっと待って。感度ちょっとだけ、すみません。はい、下げまーす。右にお願いします。いやー、見つけるの早い。いやー、ちょっとエレジさんいるからやめようか悩んだんだけどな。キルしてもらう。はい、はい、さっきの話なんですけど、あのエロちゃんのセルフがちょっと少ないかなと思ってちょっとボタンを押させてもらいました。あ、はい、あのエレクトリカルまで僕メインホールエンジンからメインエレクトリカルまでエロちゃんと一緒で、でエレクトリカルでエンさんと、ごめんなさい、エレジさんの、はい、あ、てか、はい、アシさんちょっとちょっとごめんなさい、感度、あめっちゃ入ってるね。あ、てか、あの、ディスコードの方で感度調整お願いします。はい、ディスコードの方で。あ、ごめんなさい。エロちゃんのセリフがあるとしたら、もっと手前側でキルしてるしかないと僕は思っていて。そう、LG さんの、あの、バイタル情報があるから、そう、あの、エロちゃんのセリフがあって、2、3秒後ぐらいにも死んでて、で、その数秒後に発見なので、なんか殺して数秒、ま、あの、すぐ先で殺して、ま、何秒か待ってからレポートみたいな
不自然なことになる。でもそれもそうですし、ドアが閉まったんですよ。だから LG さんが出た時にはドア開いてたはずなんですね。確かに開いてた、開いてた、それ開いてます。セルフするにはちょっと、はいはい、ちょっと無理が高いんじゃないですかね。吉井さん、落ち着きます。これでどうですか。あ、大丈夫。あ、はい、ありがとうございます。僕としては弁当説を疑いたいので、他の方の位置とかを改めて洗ってほしいです。弁です、弁です。ちょっとあの、はい、足湯さんがさっきあの途中で終わっちゃったんですけど、まあほぼ続きに近い話です。足湯さんとゲンは、はい、電気室にね長らくおり、でエロちゃんさんもそこにご一緒しました。はい、でエロちゃんさんがそのままあの、新年度方面に向かれたのをゲン信任してます。はい、エロちゃんさんは足湯さんとゲンを残して新年度方面に行き、貨物に行って発見という流れなので、はい、まあそれを理由には足湯さんはセルフないんじゃないのっておっしゃってるかと思います。うん、そうです。弁当だった場合、多分一番僕が疑いちゃうと思います。シャワーで、タオルタスク、あ、まあ、一応プテアスさんと一緒にタオルタスク集めてましたけど、で、シャワー開いて、で、最終的にもアーカイブに僕いるんで、まあ、弁当の位置には僕ずっといます、うんうん。僕もそれを話そうと思っていた。アルマ君は僕がメインの方に走ってたのを見てくれてたらいいんだけど、どう？あ、メインの方に行ってるのは見てないですけど、シャワーのタオルを僕が下の方向に集めに行ってる時にはもうプテアスさんがいなくなってました。オラフ・メイヤは、電気室から宿舎前ミーティングまでずっと一緒なんでできないと思います。皆さんなし、了解です。いや、てか、でもいいするべきだったかな。うん、まあ、エレジさん2回連続で、まあ、エレジさんか先端さんかって感じじゃない。うん、うん、かー、いや、これしたよ、気が強すぎたな。オラフ君が死んでる。あ、あら、おう、あ、はっ、オラフさん超直近です。私はしごの下であのリアクター左を担当されているオラフさんを残して上に上がっています。ああ、はいはいはい。そしたらセンタンさんは無理ですね。センタンさん右でやって右でやそうです、うん、はい、ゲンさんさ、僕が最後さミーティングのさあの一番上ゲンさんと同じ位置まで行くの見た？同じ位置、同じ位置で下、僕はゲンさん上にいたでしょ。はい、僕下から行ったの見てない？僕も音が聞こえた気は。あ、本当に僕もオラフ君が最後直してるのを見て、はい、だから僕のがさらにはあのあリアルな情報だと思う、新しいと思う、はいはい、だって僕、うん、上がって右に1秒ぐらい走ってボタンなのね。で僕上がるときオラフ君来てたからマジの直近だよ。もう1秒、2秒、2秒、じゃあ2秒、はい、アルマ君とメイヤはあの展望デッキの方にいたので無理です、ね、あ、そうしたらもう右側です。なのでそう、エロちゃんさん、そう右で僕見てますんで、うん、じゃあ、あれってか、え、待って、エレジーさんだわ。うん、エレジーさん、いたんだ。あ、そうなんや。何いたんだ。え、オラフ君とエレジーさんを残して僕上行ったわ。いや、見間違いだと思います。ここまでここ、まあまあ、そうですね。してないので、はい、いやー、見間違いなんですけどね。エレジーさん見れました。まあ、エレジーさんだとは思うんですけどね。そうっすかね。まあ、初手の疑いもあるんで。あ、初手ほぼまあ入れようと思ったんで。ちなみにプテアスさんはあの左直されました？うん、オラフ君が多分ねあの直してくれたんじゃない？ってなるとこれ実はちょっとタイミングがおかしくなるんですね。リアクター私ボタン連打してたので、リアクター直った直後にボタンが押されてることになります。うん、でもオラフさんが死んでたらリアクターの左直んないんで。あ、でもあのオラフ君入力したら直るんじゃない？あ、そうか、うん、時間差で直るから。あ、失礼、なんか僕のリアクターと勘違いしましたみたいな風になるかと思うんですけど、なんかすでに入力してて、入力した後に死んだ。僕は、はいはいはい、で右が後で入力されてですね、殺しないっすね。ただお互いの誰でよかな、これ死人があるので相方に入れてください。わかりました。ああ、まあいいっすね。バチバチに殴り合っちゃった。いいっすね。誰でもいいや。結構当たってそう。うん、次、エロちゃん釣ります。はい。いや、申し訳。いや、我慢すべきだったか。いや、申し訳ないな、これ。やっぱ2人いるときは我慢か。リターンがやっぱ少ないか、右足出してな。
申し訳なし。すごいいいボタンじゃん。お前か。ナイスボタン。まあ普通だと思うけどね。普通をまあでも普通に感謝していこう。白く見えるわ。アルマ君は今白く見えちゃったな。今やれたもんね僕のことね。タスク終わるの待ってボタンを押しました。白く見えるわ。ああなるほどね。はい。これは白いわ。優しい。そして僕もタスクが終わりました。一応2人が上がるのを僕見てたからできなかったっていうふうにも。ああ、それもあるか。はいはいはい。あと、カメラがなんか途中で消えちゃったから死んだかと思いました。ああ、僕ずっと見てて、アルマ君が金庫、エロちゃんが貨物、センターさんがエンジンにいるのを確認したかな。ちびゆちゃんの意見が最も。で、エロちゃんがインポッターだと思ってるので、貨物室まで見たときに。ゲンさんと会って試合終了って感じですね。僕がインポッター試合終了。芝居てますね。確かにエロちゃんも信じるよ。ありがとう。あざす。僕は信じてないです。キッチン巻きたい。よし。頑張ろう頑張ろう。俺2人上がった。宿舎前お容赦ないですね。はい、お素晴らしい。あ、まあ、これはこれはもう 100% 一度落ちてる。うん、ああそうですね。ちねーねー、うん。そうだよね。そうだよね。一度落ちてるよね。状況的に。で発散ぐらいしかできないでしょ。一応、うん、LG さんが知らない場合。ああそうですね。ああそうですね。うんまあでも LG さんが僕のことを見たって言わなかったんだったら。はいはいはい。相方。もう。白で置いてほしいです。白で置いて、あそこのキルは違うと置いてほしい。相方じゃあクリティカルだな。うん。シュウさんと右でご一緒しました。チビウさんは？はい。チビウさんは、チビウさんは今シュウさんの横におられます。そのまま。やめろや。メヤ殺す。メイヤ殺す。いねえのかメイヤ。
チビユー。足湯とチビユーの機会が起きてる。にしたいだ。11。いつだね。足湯とチビユーが。あ、そうだね。そういった意味ではにしたいだ。エロちゃんとプテアスさんは多分白です。ミーティングですよね、2人とも。最後エロちゃん降りたけどね。はい、ああ、はい。ゲンさんも無理だ。ゲンさんと一緒にいたの。うん、どこ行っあれ、最終まだセキュリティの中います？セキュリティの中で。シャワーですね。あ、そこまで行ってるんだ。うん。ゲンさんとメイヤさんは多分だいぶできなさそうな。2人でカメラ見てましたね。うん、フラッシュ暗算でやりましたけど、何も映らなかったです。何も映らなかったね。だからそこに誰もいなかったです、逆に言うと。先端になっちゃわない。まあ先端さんが僕かな。まあ一応、まあ、一応あのそこに来るまでに30秒経ってたらまだ別だけど、多分停電倒る、1回目の停電直った後で多分30秒ぐらい経ってる気がするから。じゃあ、プテアスさんってヌーン、右から乗ってきた感じですか？右から乗ってきた。そうですよね。OK、そうです。あ、で俺最後左から右に行って停電直してる。じゃあ多分僕か先端さんしかできないと思いますけど、まあエロちゃんが右で来てる。あ、一応ゲンさんに聞きたいのは、はい、セキュリティに来る前のルートってどういう感じで来ましたか？ね、シャワーで宝石タスクをやった記憶があります。あ、はいはい、だから多分メイン脇ですね。あ、じゃあシャワー、メイン、エレキ、セキュリティって来てるのか。はい、でも結局これ、センターさんがその取ってるから、そこに従わないんだったら、ケンさん。シャワー入ったところだね、一応。アシさんの情報はあるの、うん、ないです。ない。全くない。あ、ない、ない。タスクってどれくらいあります？あのね、僕結構、あの、電気室まだやってないから、まあまあかかっちゃいそう。まあでも、それだけだったら、お肉クルーでもよければ。ワンチャン別にエロちゃんもあるっちゃあるから、うんうん、でも僕レジさん釣ってるから、うん、あ、まあ確かにいいんじゃないとりあえず。でも僕電気室やらないでアドミン見たいんだけど。ダメ、やってください。わがまま、ダメ、やってください。何を言ってるんだ。頑張ります。すいません。そうっすか。よしよし、どっかで生きる決めたいな。生きるして、でも勝ち切りしかないかな、これ。ピアさんいる。え、何？ゲンさんがアドミンの前です。センターさんがベッドに入ってえ、今俺金庫室のさ、あの金庫室のあのお金が積み上げてるところの裏で、ここからベッド見えるよ。うわ、ずりー。言ってたら、またセンターさんが右から来てベッドに入ってって、ずりー、どっからこいつ湧いてきたんだと思ったら、ずりー、これ、あ、ちょっとすみません、皆さん聞いてください。あ、ずるいと思いませんか、この人。いや、ずるい。これ投票しませんか。え、ちょっとメイヤさんに投票して2キルできるか。今の理屈もう一回教えてほしい。どういうこと？あのね、金庫室にあのお金が積み上がってるところがあるのね。お金が積み上がってる。左上の、左上の、左上が積み上がってる。そこに隠れてるとめちゃくちゃ見えにくいんですよ、どこからも。ああ、見えないんですよ。で、遮蔽ってことね。で、弁当の開閉が見えるから、ここ実は弁当が見えるんですよって、あの配信で喋ったら、まさにそのタイミングセンターさんが右から来て弁当に入ってって大爆笑してしまった。やってることやべえ、マジお願い動画化しないで、お願いお願い動画化しないで。いや、これね、もうサムネ150点満点のサムネ作れますよ。えぇ、ー、やってることやば。ごめんなさい、僕もセンターさん入れちゃったから、まあ、メイヤさん。メイヤさん入れてください。任せる、任せる。じゃあ、僕、動画化させないためにも。はい。え、本当に大丈夫？僕、センターに釣りたいよ。僕でも入れるよ。メイヤ入れるよ。出た！メイヤ入れたよ。
うーわ、どうなの、動画投稿者として、配信者として、恥ずかしくないんですか、皆さんに見なくて。うわうわ、そうやって勝ち、そうやって勝ちにこだわって、いやー、もうエレジさんごめんなさい。いや、もう、判断が遅かった。エレジさんが遅かった。一番の同時っ子は先端さんだ。同時っ子来たー。伏線回収。同時っ子来た。確かに。同時っ子使用してたもんな、確かに。先端スキップ、すごい白いかったけどな、本当にあれ釣られちゃうと思ったから、僕。いや、面白すぎる。アドミン目線だと、メイヤさんのその金庫1が一番黒く見えるんですけどね。今回ずっと1位から、1回待ってんのかなみたいな。びっくりした。ゲンさんはアドミンにいたんですね。はい、アドミン見てて。で、先端が出てきて死んじゃったってことか。はい。だからでも、メイヤさんが入るとこを見てたってことか。そうです。ああ、なるほど。金庫が2になって、コックピットに1増えるっていう、あの、弁当移動が確認はされましたけど、もう遅いですよね。未老の骨折みたいな感じ。本当になんかもう。超いいタイミングでなんか右から入ってってくれたからなんか実践してくれたのかと思っちゃいましたよ先端。いや僕なんか金庫室真ん中から右に組み合わせ見えてからあれどっから出てきたんだこいつと思ってもう大爆笑しながらボタンの方に行ってました。あ、LG さんそうですね。先端さんまでは疑いにくいですもんね。立場でしょ。まあ、そうね、僕はそうですね、なんか、センターさんがコンタクトできるしてたんですけど、あの、俺、スワッパリさんとセンターさんやるの見てて、すっとなんか、近くにいるからまずいなと思って、バイタル側に逃げていったら、あのエロちゃんとすれ違った後にスナパイさんが死んでいくずちゃって、やべえと思って行ったんですけど、多分ロランになりそうだったんで、お土産しよう。そう、ちょっと申し訳ない。お土産してもらって。で逆に、センターさんは白目あげとこうと思って、そうそうそう。こんな感じで。ありがとうございます。申し訳ない。素晴らしい。あそこでエロちゃん。申し訳なかったら、ワンチャン LG 先端のローラーが。そうそうそう。ありがとうございます。ね、もう、申し訳ないけど、お土産してくれって言いながら。なるほどね。確かにそういうのもあるから。もう殺しました、僕は。いやー、申し訳ない。我慢すればよかった、キル。いやー、大丈夫です、あれは。俺が多分ダブキルしたけば、もうちょっと強かった。